5対5なんて頑張らなきゃならない状況、斉藤達也先生ゴール。せーの、ワン、モリモリペア。盛岡宮城高校、今日もやってまいりました。あれ、なんかクールになってた。もともとクール。今年ね、いろんなことあったと思いますけども、今のチームの雰囲気など教えていただけますか。放送隊がなくなって、試合できる環境がなくなってしまったんですけれども、バスケットに対するエネルギーはみんなで変えないで、一人一人のスキルとかにフォーカスできる時間が増えたっていうのをプラスにして、取り組んでいて、ウィンターカップに向けて毎日の練習を頑張っているところです。なるほど。周りが頑張る。一番審査がないのに一番
私はアプローチしてみたんですけど、オフェンスはノーモーション、ディフェンスはノーモーション、斉藤佑樹先生ゴールです。僕、オフェンスの練習かと思ったらディフェンスだったんです。あ、どっちも。あれは取り上げ方だったから、一般の人だったら4人じゃ不可能みたいな印象もあると思います。答えもなく頑張らなきゃならない状況、あとはさっきの罠仕掛けたりとか、はい、フェイクしたりとかっていう場面をやっていかないと、フットワークの運動量プラス、あとはまあトラップ生かしたりとか、はい、相手持って行ったりとか、オフェンスはまあパッシング、パス、アウトナンバーとか、ゾーンを攻める要素、勝手に入ってきてる。なるほど。ドリブルバックアウトもありましたけど、そういうのとか今のドリルやってたら、もう単純なフットワークとかいらないようにも見えましたけど、動き作りの部分はトレーナーさんにお願いしてるけど、もうこれでも十分フットワークのところは、あとは障害予防の観点で変がないようにするためにトレーナーさんにうまくやっぱ体の使い方をやってこないと、力がある選手ほど使いにくくなる。今日見てて一見難しそうな話だったり、メニューの工夫とかあったりしたんだけども、やってて感想などあれば教えてもらって。ディフェンスをイメージしない練習だと自分の発想でどんどんプレーを膨らませることができたり、実際に相手が出てくると相手に合わせればいいので、すごい楽に感じたり、5対4でディフェンス的な状況でやると、より一人一人頑張らなきゃいけないし、もっと周りに気を配って動かなきゃいけなかったりするので、いいメニューだなと思います。なるほど。チーム状態というか、いかがでしょうか。岩手県内も暑さが強いので、コンディションをちょっと整えながら制限した中で活動しているのが実際で、疲れが見えてる選手もいるので、短時間で効果的な練習を心がけて、今日は一見ユニークというか斬新な声掛けもですね、取れたんですけども、生徒を成長させるためになんか意識してる声掛けなんですね。ありますか。結構指導者向けな内容の話なんです。まず必要となる技術や戦術が勝手に出現するような状況を作り出したりとか、あとはミスが起きた時に問いかけするようには選手自身の考えが出てくる。なるほど、こういう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、バツンゴッツァンです。